危ない、また録画し忘れた。皆さんこんにちは、今回は貞子を使って遊んでいきたいと思います。今回はタナトフォビア C 恐怖症が弱くなったということで、まあ、追悼のね意を込めて使っていきたいと思います。1人につき負傷サバイバー1人につき 5.5% はい、遅延ができるというパークだったんですけど、まあ、これがたったのね 2% になったということで、めっちゃ少ないですよね。 2% ですよ、たったの。ただ全員負傷させれば OK、 プラスで 12% 遅延効果が入るので、4人全員を負傷させれば 20% 修理遅延というのができるんですけど、いや全員負傷させるってまあ難しい。おーっと、ナイスコールナイス。まあ難しいんで、いや早っマジか、医療キット強、ずさんあってこの速さか。これは届く、 OK、 いいですね。早速ナースコール仕事してくれましたと。いや全員をね徒歩キラーで負傷させるっていうのはかなり難しくて、貞子は結構ね負傷ばらまきはしやすいキラーなんですけど、まあ、誰か一人でも治療されたら遅延効果めちゃめちゃ低いんで、うん無理か、まあ使わないかなーって感じ。以前ね、このパークを使って強いのは、まあ、ナースとかですかね。もうとにかく、サバイバーに治療ができないぐらいガンガンすることができるサバイバー。サバイバーじゃない。どんどん攻撃をすることができるキラーとかだったら刺さるかと思うんですけど、OK。よし。ちょっと徒歩キラーだとね、常に全員負傷させ続けるっていうのは難しいかなと。OK。でですね、ついでに、死人のスイッチも弱体化されましたと。ブロックの効果時間が45秒だったのが30秒になったので、もうほんと15秒短くなるって結構よ。めちゃめちゃ弱くなっちゃいましたね。まあそれでも死人はまだ使えるかなとは思うんですけど、おーっと、いいね、ナスコルデデーン。あー、スプバカ。はい、まあまあこの辺の板使わせましょう。ここなんだ、このライティングは。オッケー、オッケー、引っかかったね。よし、ズタンは相変わらずめっちゃ強いんですけど、正直今回も支援パークはタナトと、よいしょ、死人のスイッチぐらいで、まあ、ズサンも一応遅延パークっちゃ遅延パークなんですけど、ほぼほぼ多分効いてるのこれズサンやと思うんよね。お、フェンミンラストやろ、そんな。男だね、ドワイト。男だね、フェンミンよ、そんな。守りに行くなんて、ただこれは狙っちゃうよ。そこの発電機を受けた罪は、でかい。いけちゃうかな？はい、オッケー。さあこれでフェンミンは終了と。まあ遅延パーク持ってきてないけど、やっぱこれはずさんが効いてますかね。よいしょ。タナトはねやっぱ結構ばらまいてる感じに見えて、なかなかばらまけないな。貞子とてばらまけないぞ。よいしょ。あっ後ろ見すぎだぞ。よし、
あれあれ、オッケー。結構ばらまいてる気するけど、これでも2人やもんな、たった。えい。まあ、とはいえ、みんちゃんはもうお亡くなりになってるので。おーおお、マジ、まさかの、まさかのピンポイント、ピンポイントザリーナ。飛ぶ飛ぶ、しなやか。戻りましょうかね。あ、間違えた、真ん中に飛んでしまう。ドワイトは多分セルケア持ってないくさいな、全く映らない。今回はめちゃめちゃナースコール効いてるんじゃないですか。お、いいねーナースコール。あ、ドワイトあったんや、セルケア。あ、違う、これあれかな、めぐみかな、確かこの辺にめぐみあった気がするわ。オッケー。と言ってる間にザリーナがもう回復しちゃってるんで、なかなかやっぱ全員にばらまくってしんどいな。いや、リージョンとかはね、多分まだまだ使えるパークやと思うんですけど、それでも一人とりあえず治療すればだいぶ遅延効果が薄まっちゃうんで、まあ、サバイバーも結構回復は入れてくると思うのよねと。なんかそれで全員が回復してくれたりして遅延になればまあいいんですけど、ちょっとなぁ。んんんんん、あらら、あら、あららららら。オッケー、やめなさいザリーナさん、貞子にまとわりつくのやめなさい。オッケー、これはあなたはしなやかだからね。ドワイトのチェイス系パークがわかんない。よいしょ。クロちゃんはスプバやから、死人はやっぱ今でも策的にも使えるからまあまあなんだけど、けど15秒って結構弱くなったよな、本当に。これはいっちゃうよ。一応ちょっと待って、 OK。 よし、よし、5秒間やからね、結構結構すぐだね。さあ、クロちゃんはどこかな。うん、入ってるね、死人がちょこちょこ。また救助に来るのかい、どうなんだい。ちょうどいいタイミングで戻ってきたんじゃないでしょうか。これ戻ってきました、いいタイミングで。イエーイ。その無理救もきついんじゃなくて、えい。いやー、ボロ耐えないとやっぱ結構救助も厳しいですね。無理救しても、えい、二人同時ダウンもだいぶ狙いやすくなってるから。よし、これでこの人終わりの。ドワイト探しましょう。ようやくこれで 12% 入ってるかな。もう遅いけど、もう遅いけど、ようやくこれで 12% 入ってますね。なので2人やから 16% ですね、これで。ないね。え、マジか。オッケー。
よし、というわけでタナトファビア出しょう。バイバイ、ありがとう、さようなら。まあ、未だにキラーによっては全然強いパークかなとは思うんですけれども、まあ、どのキラーが使っても強いというパークではなくなったかなとは思いますね。ただまあ負傷をばらまくのに自信があるよという方はぜひ今後も使ってもらえればいいんではないかなとは思います。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。